2004年のアテネパラリンピックの時に、宇治呂選手のパワーリフティングの競技を見て、始めました。その始めたまた理由として、もともと僕怪我をしたのが400キロの重さのものを倒してしまったので、そのパワーリフティングと出会った時に400キロを上げたいなと思ったのがきっかけです。パワーリフティングの競技の魅力はまず一つ、自分の記録が目で分かる、何キロ上げてるかが調子によってすごく変わります。もう一つは、年齢に関係なく若くても年を取ってもいつまでも体が動けばできるというところが最大の魅力です。